どうも、サムダイです。それでは本日もマリオンメーカー2みんなでバドをやっていきますんで、よろしくお願いいたします。あー、欲しかった。それちょっと欲しかったよな、それ。でもいいでしょう。まあ、キノコはね、なくてもいけるんじゃねえかなと思った、私くしルイジでございますけど、おっと危ないね、これ。あー、危ない。さあ、このまま行っちゃおうと思いますけど、ここでなんとかね、キノコだけはゲットさせていただきます。さあ、そのまま進めていこうという感じでやっていこうと思いますが、あー、先行かれちゃっとるな。先行かれてますけど、キノピコさんだけ先に行っておるような状態、ここで、やられてく。やられてって、ここで、捨てていこうという気持ちでございますが、お願いします。さあ、どんな感じなんだい。ここはやらしてもろて、いけるかな。ありがとう。すまねえな、これは。こればっかりは申し訳ない。さあ、そんなね、やり合いながらやっていきます。よしよし。とりあえず、この辺で、いろいろね、敵を倒す。あー、待って、これ、上か下かどっちだろうな。下のパターンはちょっと怖すぎ。あ、オッケー、いいんだな。ここで、まあ、中間ポイント、取れたのは大きいではないでしょうか。よっしゃ、下行く。さあ、そしたら、下に行かせてもろて、オッケー、これか。さあ、あー、やっべ。これはまずいな。これはかなりまずい流れとなっとるような気がする。どうなんだろう。あー、やべえな。という感じですね。本日もマリメ2やっていくんで、よろしくね。サムライゲームズやっていく。さあ、来ました。バトルコース。ここはキノピコでやっていく。さあ、なるほどね。オッケー、わかった。いいよ、ホワイ。そんな感じの交差っていうのは分かりました。はい、オッケー。このまま行っちゃおうと思いますけど、だいぶ結構先に行かれているような状態だというのは分かっております。このまま進むよ。さあ、どうなんだい、行けるかい、まだ行けないかい、どうなんだ。これで終わっちゃったりしたら、結構怖いなと思っちゃうんだけど、どうなんでしょうか、そのまま行っちゃっていいんでしょうか、行ってみる。さあ、このまま行かしてもろたら、よいしょ。さあ、このまま行かしてもろたらさ、いい感じになったんではねえでしょうか。どうなんだ、これは。どうなんだろう。さあ、分かりません。このまま突き進んでいきたいと思います。そんな気持ちで頑張っていこうと思いますが、どうなんだ、いけるかな、どうかな、このまま進んでいく、よいしょーって感じで行かしてもらったら、やっべー、来た。さあ、それではやっていく。青木のでスタートしていきますが、ここはバルーンをゲットしなきゃねえというのは分かった。よっしゃ、いけそうな気がする。いけそうな気がしてきた。オッケー。さあ、そのままバルーンを使って駆使してね、いければいいなと思いますけど、このトゲにね、気をつけていかなきゃあんないというのも分かります。ただ、上から行っちまえばこれ結構楽にいけそうな気もしなくもないけど、どうなんだろうか。さあ、そのままのね、勢いで行ってみたいと思いますけど、さあ、このままトゲの海をね、越えていきます。ここで中間ポイントはゲットしていこう。さあ、一応ゲットしようと思ったけど、この選択肢も合ってるのかな。どうなんだろう、ひよったかな、俺。ひよっちゃったかな。さあ、画面から見えなくても、このままね、進めます。さあ、この選択肢、これで行くしかないと思われる。危ねえからな。危ないからな。やっとーい。サムライゲームズ。青木のでやっていけ。どうでしょうか、何かアイテムは、ゲット。できなそうだな。オッケー。じゃあ、このまま行っちゃおうか。いいよいしょ。このまま行っちゃまいましょう。おいしゃ。いいんじゃねえか。このままで行っちゃっていいんじゃねえのかな。どうなんだ。上じゃねえ。上じゃなかった。危ない。オッケー、行った。おー、ギリギリだった。サムライゲームズ。うわー、なるほどな。オッケー、わかったぞ。そこからバルーンが出てくるということだろう。よっしゃ、オッケー、いった、やった、これはゲットさせていただくぞ。さあ、いただいていく。さあ、このまま普通に行かせてもろて、上からも行けちゃうタイプなんか。嘘だろ。上から行けないよね。ちょっと待って、違う。絶対そんなこと許せない。からな。よし、オッケー、いった。さあ、ゲットさせてもろて。よっしゃ、これで、いったか、なるほど。そういう感じが。オッケー、ヨッシー、ごめん。ヨッシーにごめんだろ、これ完全に。いや、ごめん、いった、よいしょ、あはは、嘘だ。オッケー。ここでまだ、難しいと、一歩一歩ね、前進していこうという気持ちで、頑張っていこうと思いますけど、こんな選択肢でいいのかな、くぅ、オッケー。さあ、このまま、行かせてもろたー、ありがとう。サムライゲーム。さあ、それでは始めていく。ここはバトルコースの予感です。さあ、あれ入ったけど。オッケー。ちょっと待って。んじゃあ、このままね、行っちゃいますけど、これバトコじゃねえのか、どうなんだ。とりあえず行っちゃうよ。さあ、ここで来ました。オンオフスイッチ。オンオフスイッチがここであんな、なかなか、いや、行けねえのか。行けないですが、なかなか、いや、行けねえ。ちょっと待って、これ難しいんだけど。どうすんの、これ。行ってみんぞ。ここを上に行った、よし、さらにこの上に乗っていければよ、だダメか、よし、もう一発行ってみるけど、お、来たかな、よし、行った、いやー、怖えー、これはマジ怖えんだけども、さ、よいしょ、やっほー、オッケー、アップデー、
マジ言ってんのかこれ。よほっくこれは危なすぎてわろた。これは危なすぎてわろたなんだけど、この先、いや、いけねえんか。いけないんかな。よいしょ、OK、ゲットしていく。さあ、ここで、あと一発やらしてもらったら私の勝利なんだけど、一応ファイヤーフラワー持ってった方がいいような気がするんで、このまま持っていく。どうだどうだ、この選択肢。ありがとうございました。というわけで、本日のバトル終わっていこうと思います。お疲れ様でした。いやー、暑くてバテそうな、そんな時。こういう時ってさ、なんか、ドカ食いしたくなりませんかね。俺だけかな、どうなんだろうなんかすごいね、週1でもいいから、ドカ食いしたくなる時があるんだよね。体重的に控えた部分はあったんだけど、1日1食にしてからだいぶ体重も減ったし、運動もできているから、なんか限界まで食ってみようかな、この夏。もう限界まで食べて、自分を追い込む自己満足、やってみたいと思う最近です。君だったら何食べる？そんな感じで本日のバトル終わってきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。